はい、お待たせいたしました。ニコニコ生放送深掘り TV 始まりました。司会の長です。よろしくお願いいたします。10分ほど遅れておりますが、理由は想像していただければと思います。よろしくお願いします。今夜の最後までご覧いただくには会員登録必要になりますので、会員登録していただきまして、最後までどうぞお付き合いください。あ、始まったというコメント来ておりますが、さあ今夜なんですけども、スマートドラッグと、そしてあとキーワードとしてはエンハンスメントと、この2つのキーワードを深掘りしていこうと思っております。もしかしたらね、言葉を聞いてもピンとこない方もいらっしゃるかもしれませんが、番組前半では、その辺のですね、基本的な説明のお話もゲストにしていただきますので、ぜひとも初めて聞いたという方も最後までお付き合いいただけたら幸いです。それでは早速演者の皆さん紹介していきます。まずはレギュラー出演者です。ラッパーのダースレイダーさんです。こんばんは。よろしくお願いします。はい、どうもこんばんは。今日は清掃でいらっしゃいますが。そうですね、清掃というか、ね、はい、スーツジャケット着てますね。はい、あの僕の同級生で、中高の同級生で井出陽生っていう、あの衆議院議員がいるんですけど、はい、名前は存じております。井出、麻生派なんですよね。志向会のメンバーで、うん、その志向会 のいわゆる政治資金パーティーっていう、ね、うん、志向会と語る夕べっていうのがあって、で、同級生に、パーティー券をね、パー券を売らなあかんねんっていう話になって、僕も行ったことないから、じゃあ行くよっつって、麻生派のパーティーに先ほどまで。ダースさんが麻生派のパーティーに行くと、はい、これカメラは持って、カメラっつうか、別にスマホでみんな撮影してましたけどね。なるほど、うん、別に僕取材に行ったんじゃなくて、あくまでも友達のギリで、入れ要請を応援する会として行ってきて、でも面白かったですね、すごく。何が面白かったですか。いや、54人麻生派の人たちがわーって登壇に出るんですけど、一人一人呼び込まれて、ちなみに司会をやってるのがエリアルフィアさんって、千葉5区で、はいはいはい、この間、ね、補選と、補選でかかるんですね。いきなり司会やってるんですけど、そうです、大抜擢と言いますか。それで一人ずつ登壇すると、うん、人によってはすごい盛り上がりの差があるんですよ。うん、でこう支援者が集まってて、うん、それで、甘利明と、うわーみたいな、すごい、この、あ、応援に来てる人がいっぱいいるみたいな。一番盛り上がったのが多分三藤明子さん。あ、三藤さんですか。がもうなんかバコーン爆発するみたいに盛り上がって、こんなに人気あるんだなみたいなのとかがわーって盛り上がって、その後麻生さんとかの挨拶があって、麻生さん、茂木さん、岸田さんのビデオメッセージとかあって、でその後今度バーって上りが立つんですけど、上りに書くその政治家の名前が出てて、はい、でその上りの元に本人がいる、うん、ってところに各支援者がそこにこう行って話したり写真撮ったりとかっていうのを、でこう上りがこう会場に大谷なんですけど、わーって移動しているのをなんか見ながら、全国うまいもの市みたいな、うん、そうですねで、僕はね、その異例同級生なのと、岩屋さんって大分の選手の方が選挙なんですよ、実は見てくれてて、でしかもフェイスブックで投稿もしてたんで、ちょっとお礼も言おうなんて、はいはいはい、と言ったりして、その見学しながら、面白かったですね、いろいろ。その辺はまたあれですか、鹿島さんとの配信でも。そうですね、はい、ちょっと明日あるんで、いろいろ話せたらなと思ってますけど、はい、詳しくは昼からなんですを、うん、チェックしてください。お願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。さあ、そしてもう一方です。レギュラー出演時は社会学者の宮台真司さんです。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。宮台さんはなんか先週お会いしたような気がいたしまして、エアレボリューションの方に、過去はあると思えばある、あると思えばない。あ、そうですか。はい、すみません、失礼なこと。いや、とんでもございません。ありがとうございました。これ何なんですか。これバッテリーです。あ、バッテリーか。めんどくさいね。はい、同じこのクロジェットカフェで、エアレボリューションの方も配信しているんですけど、ちょうど先週の木曜日、レギュラーのですね、島田雅彦さんと白井聡さんと唐谷公人を紐解くという会をやったんですが、宮台さんが1週間、今日の配信と日程を間違えられましてですね、来ていただきまして、なんと宮台真司約15年ぶりに唐谷公人を語るということで、神回となったわけでございまして、見てない方はぜひともチェックしていただきたいんですが、そのご縁でですね、なんと来週の深掘り TV には、島田雅彦さんもやってきていただくということが決定いたしました。すでにですね、SNS の方では発表しているんですが、今ちょうどですね、唐十郎さんの1990年の作品透明人間が、上演されているんですけども、このタイミングでね、唐十郎の世界を深掘りしたいなと思っておりまして、僕自身はもう10年来、
ここ10年ぐらいずっと唐さんの世界を、まあ、唐さんの芝居を見ているんですけども、唐さんご自身はね、ご病気をなさってからちょっと人前には出れないというような状況なんですが、唐組の久保井健さんとそして島田雅彦さん、実は島田さんはですね、若き日頃、上京劇場の舞台に上がったことがあるということですので、そのお話もしていただこうと思っていますが、こちら来週の配信になりますので楽しみにしてください。ちなみにちょっと予告編、はい、お願いします。上京劇場のね、60年代末、70年代、80年代に入るかな、入らないか、そのあたりって過剰さが出られる時代、あるいは過剰なものがね、至るところに満ち満ちている時代ですよね。で、上京劇場の芝居はその意味では、まあ、過剰的な、過剰なものの象徴だった、はいはい。まあ、どちらかというと寺山修司の天井桟敷が過小、あるいは不足を描くとすれば、過剰を描くのが、まあ、唐十郎さんならでは、で過小も過剰もある種、ね、未規定のものが宿る ところで、まあ、昨日もね、天然知能の問題、郡司ペギオ幸男さんの話をしてたんだけれど、やっぱり過剰なものや過小なものに、未規定のものがやってくる、それが人に力を与えるみたいな図式が、まあ、機能した時代。さて今は機能しない時代です。でそれが機能しない時代に唐十郎芝居劇団唐組を見るとは、これはいかにいかにということですね、はい、ということで、そちら来週の配信になりますので楽しみにしてください、うん。さて今夜のゲストです。今夜のゲストは番組3度目のご出演になると思います、精神科医の増田祐介先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、今回もありがとうございます。あと、3回目は一番多いんじゃない、最多じゃないですか。最多かもしれない。3回出てる方は2回は何人かいるかもしれない。そうですね、3回は最多のような、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。お忙しい中、また呼んでくださいぜひとも。まだ終わってないですから4回目も早速予約ということで、はい、マスラーって言うんですね。マスラー。マスラー。マスラーとか最多なのか。ああ、そうなんですか。というふうに聞いておりますけども。今日はですね、スマートドラッグとそしてエンハンスメントというキーワードでお話をさせていただくんですけども、皆さんね、言葉も知らないという方もいらっしゃるかもしれませんが、前半では増田先生にその辺の解説もしていただこうと思ってますが、早速アンケートからいきますか。まずは年齢の属性から聞かせてください。今日のテーマ。レースをどうなんでしょうか、マッスードクターというふうにコメント来ておりますが、あ、杉蔵さんも3回出てるから、ああ出てますか、うん、なるほど。じゃあ杉蔵さんに並ぶ最後のお願いいたします、はい。10代から70代以上で7つ、選択肢用意させていただいております。まあ、メインはいつも30代40代50代なんですけども、今日はどうですかね、若い方見てくれているんでしょうか。結果見てみましょう、こちらです。はい、おお、20代が少ない。少ないですね。結構20代のテーマですけどね。そうですよね。ドラッグの話ですよ。そうなんですよ、ね。やってみないですか。みんながやってるやつですよ。さすがに70代以上は誰もいないというのが、まあ、そこは象徴的ではありますが。70代の方もドラッグは使ってると思うんですよね。まあ、そうですね。僕なんかもよく合法のドラッグをいっぱい使ってますから。そうですね。20代 1.1% で最低記録、ね。かもしれないですね。でも10代がまあまあいつもよりちょっと多いのかな。たまに 0% 台の時もありますから、うん、0.7% っていうね。不思議ですね。40代、まあ、30、まあ、ボリュームゾーンはやっぱそこですかね。うん、そうですね。どう解釈してもいいですか、ね。さあ、もう一つ、性別の属性も取らせていただきます。マスラーの世代だなと。が30代、40代なんですかね。ねえ、まあまあ、そういうことですね。増田先生の YouTube を見てくださっている方が、今日は、こちらの深掘りも見てくださっているのかもしれません。性別の方を聞かせてください。男性、女性、回答したくないということなんですが、結構朝日新聞、後で朝日新聞の記事のデータを紹介しようと思うんですけど、意外と女性の方、最近この薬物の依存というところで増えてきているという話は聞いていますけど。そうね、まあ、これちょっと動く点数で、エンハンサーってね、これメガネもエンハンサーなんですよ、うんうん、で意味はね、機能強化っていう、機能強化ですよね、はい。でまあ、機能強化と、いわゆる治療は違うでしょ、治療って薬飲んで治ればそれで終わりなんだけど、メガネってメガネをかけたから目が治るわけじゃなくて、ずっとかけ続けますよね。でエンハンサーっていうのは、そういう意味で、例えば ADHD の人が
まあ、コンサータとかアデロールを飲み続けるということによって問題を引き起こさないでいられる、うん、で眼鏡をかけ続けることで近いもの見えないという問題を起こさないでいられる、そういう意味でエンハンサーっていうんですね。皆さんエンハンスメントしたくないですか？機能強化したいでしょ？ですよね。だったら見なきゃダメでしょ。そういうことですね、はい、ぜひとも皆さん宮台さん眼鏡取ったのが男前やらそっちかい反応するところがありますが、性別の属性見てみましょう、はい、男性が 41.1% 女性が 55.1% 回答したくないが 3.7% あ、それは先生効果ですね。そういうことですね、うん、あのさっき言った朝日新聞の記事で2番の資料このタイミングで見させていただいてよろしいでしょうか。こちらですね、1年以上以内に使用ある薬物4種の薬物の男女別というのがあるんですが、まあ、こんな感じにはなっておりますね、まあ、女性の方がこれはそもそもの母体は何ですか？誰も聞いてないですか？これはね、この薬物を1年以内に使用したことがあるという中での分布ですね、はい、そうです、はい、でまあ、女性はやっぱりその市販薬と、まあ、この睡眠薬、抗不安薬が多い。なんで大麻そうなの？男性はね、圧倒的に大麻が多くなるということでございます、はい、さあ、もう一つのアンケートです。これは増田先生の方がご用意していただいた設問になるんですけども、出ますでしょうか、はい、違法薬物を使用したことはありますか？ストレートな問いになりますね。はいか、いいよ、まあ、これあのどなたが答えたかは分かりませんのでご安心して。後に違法になった薬物とかもありますからね。あ、なるほどね。だからいわゆるバリエーションがいっぱい作られてるんだよね。例えば CBD は OK、THC はダメってなってるけど、あの例えば THO とか HHC とか、HHC はね、あと LSD だと 1CP とかなんてなんだとか、要はバリエーションがいっぱい作られていて、それをまた違法にするとまたバリエーションが作られてっていうね、あの脱法ドラッグっていうか合法ドラッグの時の繰り返しが起こってるんですね、うん、そうですね、まあ、化学機構をいじるということでね、すり抜けてはまた法律が追っかけてくるという地獄みたいな形になってますけども、さあ、違法薬物を使用したことがありますかということで、今日のユーザーの皆さんどうでしょうか。正直に答えて大丈夫ですか？大丈夫です。はい、はいが 24.1%、 いいえが 75.9%。 オーストラリアで売ってる方のレッドブルとかね日本と成分が違うからなるほどね。これ増田先生数字見ていかがですか？いや、思ったより多いんですかね。多いですか？どうなんですか？使用が多い思ったより多いということですか、うん、やったことがある人が多すぎという、うん、確かにでもね、僕に言わせるとね、この違法ドラッグやるのってやっぱ情弱だと思うんだよね、うん、でさっき言ったそのバリエーションで、ね、合法的なものがいっぱいあって、例えば THO ってちょっと前まで使えたけど、うん、THC の40倍の効果があり、うん、基本あの、まあ、LSD ってね 10時間以上続くけど5、6時間も続くし、でバットトリップはしないし、しかも合法でみたいな、うん、そういうのってネットで調べればすぐ分かることなんだけれど、うんうんうん、だから違法なものに手を出すと皆さんね、ご自身だけじゃなくていろんな人に迷惑かけるんで、それはやめた方がいいですね急にすごい真っ当な話そうですねもっとやれって言うのかなと思って、まあ、ただ合法ドラッグブームの時にやっぱり要は何だか分かんないものが、うん、しかも説明とかも未成年の説明とかっていうのも別にそのものを説明してないから、うん、何だか分かんないものっていうのに割とよく金出すなっていうのは感覚としてありましたけどね、うんうんうん、まあ結局なんですかね、そのパーティーとかに行って分かんないうちにやってしまったっていう人もいるんだと思いますし、うん、まあまあそういうことも含めて、今の数字なのかもしれませんが、さあ早速ですね、トークの方入っていこうと思いますが、まずは最初のキーワード、そのスマートドラッグという、まあ、この言葉の、説明から増田先生にお願いをできればと思いますが、はい、これ、はい、カメラさん抜いていただいてよろしいでしょうか。手書きの先ほどあ、これ光っちゃうかな、光っちゃいますかね、もう絞れば、ね、少し下げる、これ絞れないのか、ね、明かりをさ1個こっちは増田先生の照らしてる明かりどれだろう、照明が味方にしたっぷりからね、あ、ちょっと見えてきた、ちょっと見えてきた、見えた、カメラマン頑張れということで、
浮かび上がってきました。浮かび上がってきましたね、うん、パソコン上では結構よく見えます。大丈夫です、はい、大丈夫ですか、はい、まああのまあ違法ドラッグとかそういう LSD とかそういう幻覚剤的な要素が入ってないっていう意味で、うん、スマートドラッグの話をしようかなと、はい、でこれ自律神経って皆さん聞いたことあると思うんですけど、うん、まあ実態何なのかよく分かんない人多いんじゃないかなと思うんですよね。で自律神経っていうの自律神経っていうものがそもそもあるわけじゃないんですよ。で自律神経っていうそういう神経があるわけじゃなくてあくまでそういう系統と呼ばれるようなくくりがあるんですよね、うん、でその副交感神経系と呼ばれるものと交感神経系という2つの、まあ、グループがありますよということなんです。でこれがですね互いに押し合ってる状態なんですね、うん、綱引きをしてるような感じ、で朝起きた時は副交感神経系が優位なんですよ、うん、こっちか、はい、でだんだんこう日中になるとグググッと起きてきて交感神経系が優位になってで寝る時には副交感神経系が優位になって寝るというふうになったんですよね、うん、で、スポーツとかで集中してる時とか試合中とかはこうこっち側に行くんですよ。集中してる時交感神経の方に行くってことですね。でゆっくりしたい時はリラックスしてる時とかお昼ご飯の時とかはこっち側に行くと、はい、1日の中でもちょっとしたズレがあるんですね。なるほどなるほど。で一気にですね生理的にも変化していくんだけども薬の力でこう一気に集中したいってことになるんですよね、うんうんうん、それはアッパー系のドラッグって言って覚醒剤とかカフェインとかが、はい、該当する。だからこっち側がいわゆるスマートドラッグですね、うん、で逆に眠りたいとかリラックスしたい時がアルコールとかベンゾジアゼピン系とかの、抗不安薬とかになるという感じですね。なるほど。で効きすぎるとあのパニック発作とかですね過呼吸とかになっちゃうんですよスマートドラッグ、うんうん、で交感神経アルコールとかも効きすぎるともう寝ちゃうとか筋弛緩が起きて失禁しちゃうとかねあるということですね。だからこっち側に行くやつを、まあ、基本的にはスマートドラッグと言います。交感神経の方に振っていくつまりテンションが上がっていく、そうですね、まあ、興奮系覚醒系ですよね、はいはい、それをスマートドラッグと、はい、はい、まあ以上です。ということで、ね、で、まあ、ちなみに どんなものが具体的には、で具体的にはですね、はい、あのそんな感じで、コンサーターとリタリンですね、はい、でこれ覚醒剤と同じような成分 で、昔はリタリンを使ってたんですけど、うんうん、あのリタリンだと短時間でしか作用しないんで依存性があるんですよ。だから切れてくるとまた欲しくなっちゃうんで、なので今はあのコンサーターっていって少量がじわーっと効くタイプのアッパー系のドラッグを使っているという感じですね。あとは似たやつだとストラテラとか、あと漢方だと肝臓とか魔王とかがちょっとアッパー系のエフェドリンとか入っている。だからエナジードリンクとか入ってますよね、魔王とか、うん、入ってますね。でダウナー系、逆にリラックスさせるやつだと、まあ、ベンゾジアスピン系のやつっていって、抗不安薬とか睡眠薬が入っていると。で、お酒と一緒に飲ませるとですね、レイプドラッグって形で意識を混濁させちゃうこともあるから危険ですよというふうに言われてるっていうことですね、うん、はい、ちょっとだけ、はい、あの補足すると、このアッパー系はね英語ではスティミュラントって言ったりするんだけど、うん、まあ、3種類の系統があるんですね。で1つはコンサーターとかにあったリタリンとか あのメチルフェニデート系というもので、もう1つはコカインですね。コカインって成分名ですけど、あともう一つはあの今日話題になるかもしれない、中心的な話題になるアデロールを含めた、はい、アンフェタミン系です、はい、あの覚醒剤っていうのはあのこれ魔王から昔作ったんですけど、これはメタアンフェタミン、これアンフェタミンからまた作ることができるんですけど、アンフェタミンとアンフェタミンの混合で成り立っているので、メタアンフェタミンの方が、つまりあの覚醒剤の方が、アデロールつまりアンフェタミンよりは強いとされている、うん、ということですが、あの作用機序は非常に似ている。でいずれにしてもさっきの副交感神経ですね、興奮系覚醒系 の神経の働きを活性化させるので、例えばアドレナリンが出るんですよね。で皆さんね、あの強い
ダイエットドラッグには多くの場合魔法が入ってますよね、うん、で魔法から覚醒剤を作ったって話しましたけど、だからしたがって魔法もね、要するに最終的にはアドレナリンを増やすんですよ。で皆さんさ、この例えば僕みたいになんか襲われて戦っている時とか、当たり前だけどお腹空いてるのいいなとかと思いませんよね、空腹を忘れるんですね。で同じようにセックスしてる時にもアドレナリンは出ているので、セックスしながらお腹空いてんだけどなって普通は思わないっていうか、それを思うようなセックスをしている時点でそれはやめた方がいいセックスということになるんですよね。だから増田先生がおっしゃったように、僕たちがもともと持っている生体反応を利用してそれを強めたり抑制したりするということで、働くということですよね、うん、だからそういう意味でシンナー中毒みたいなものとは違うよっていうことを知っておくといいかもしれませんね。なるほどね、今回番組が始まる前に Netflix のですね Take Your Pill という映画を、この映画をね題材として話をさせていただきますという予告をさせていただいて、もしかしたらお時間がある方はすでに見ていただいたかもしれませんが、この映画を見るとですね、このスマートドラッグがとにかくアメリカで今まあ空前の大ブームといいますか、ある意味60年代のピークをもう超える勢いで人々に浸透していると。でその規模も日本円にして多分 1.5、6 兆規模年間でというようなことになっているんですけど、田さん映画をご覧になりました。見ました、見ました。そうですね、だからそのあとはいわゆるユーザーのなんて言うんだろういる場所とか、例えば大学生だったり、あるいはトレーナーだったり、ある種のその、効能を分かった上で集中するっていう効能が分かった上で使うっていうことを割とのハードルがだいぶ下がってる、で結構やっぱり試験勉強にみたいなことを平気で言って、でそれはもうシェアされてて誰でも手に入りますよっていうところが常態化しているのと、あとはやっぱりこれはそのドープシックとかで描かれている鎮痛剤のが蔓延した後のネクストウェーブ的にもかなり問題、人工アヘンことオピオイドですよね、フェンタニルとかが中心ですけどね、オピオイドもどちらかというと中流白人層にドワッと広がっていって、でこれもかつての60年代70年代ドラッグにまつわるある種 そのレッテルが貼られているこういう人たちがドラッグを使って堕落してるんだみたいなものはもう完全に逆転しているっていうアメリカの状況、そこがポイントでね、随所で喋ってきてることだけど、昔ドラッグといえば社会の外に出るとか規範の外に出るとか、要は閉ざされの外に開かれるっていうようなイメージがあったんですよね、ドアをパーセプションって、そうですね、まさにその扉を開くとかね、それがまさにティモシー・リアリーが主張していた方向性で、ウィリアム・ジェームズ由来、近くの扉由来なんですけど、今のドラッグってスマートドラッグと言われるゆえんは社会の外に出ることとまず真逆で、社会をうまく生きるために使うんですよね。でなので、外というよりも内側によりよく適応するため、競争社会に適応するためみたいなところがあるので、実際に合法か違法かにかかわらず、例えばダーさんさっきおっしゃった誰でも使えるアデロール、でもこれ処方薬なんですよね、でもコーヒー一杯で一粒とかっていうふうにやり取りされてる話がね、テオキアピルズに出てましたけれど、違法だという意識を非常に抱きにくい、だってみんなと同じように生きるためにそもそも ADHD の人たちがアデュロールをやるんでしょ、それはメガネと同じじゃん、っていう感覚ですよね。なので実際に法律の枠組みはともかく違法という意識を抱きにくいです。これ日本における状況っていうのは増田先生いかがなんですか、スマートドラッグの。でもどうなんでしょうね、あんまりこうコンサータ欲しいですって人はあんまりいないんですか。リタリンの時はすごいあったんですよ、僕らもリタチューとか言うんですけど、言ってましたねリタチュー、リタチューとか言ってましたけど、コンサータは意外とないんですよね、処方しててないと嫌ですみたいな人全然いなくて、ベント系の方がやっぱり
あのないと嫌だとか睡眠薬くれの人が多いですよね、うん、なるほどね、うん、面白いですよね、まあ、改めてちょっと3番の、資料も出ますでしょうか。さっきなぜ10代20代が少なかったのかってことも多分関係している、僕はそう思います、うん、あとちょっと説明しますけどね、はいはい、あの今松田先生がおっしゃったようなことだと思うんだな、うん、なるほど、あのちなみにね、僕あのなんだっけ、映画批評の連載をしてたりとか、その前はサブカル神話解体の連載とかをしてましたけれど、うん、あまりにも分量多くてきつかったんで、あのリタリーは、使ってましたそうなんですね。でも僕絶対1日2粒以上はやらないっていうふうに決めてましたけれども、うんうんうん、周りに同時にやり始めた人たちが次々リタ中になっていって、まあ三沢知蓮、はい、僕の母親とね、三沢は、まあ、高橋っていうんだけど、母親が知り合いだったってこともあってかなり親しかったんですけど、最終的に1日40錠まで摂取するところまで行き、で三沢千代のお母さんを呼んで三沢に同居してもらって、なんとかあの意志の弱い三沢のサポートをしてほしい。でもね、半年でね、その40錠が1日ね5錠まで減ったんですね。でなので、いやもうそろそろお母さん大丈夫かもしれませんねって申し上げて、でまた三沢一人暮らしを始めたところがまた何十錠かっていうふうに戻って、おそらくそれもあってっていうふうに言われてますが、ちょっと飛び降りてしまったっていうことですよね。その頃じゃね、利他中、例えばね95年6年インターネット始まったばかりですけど、どのぐらいで売買されてたのかって価格を言うとね、このリタリン一粒がだいたい9,000円、安いで5,000円だけど9,000円1万円で、コンサーターがねだいたいリタリンの3粒入ってるんですけど、除蜂薬なので松田先生おっしゃったようにじんわり、うん、出てくるということで、あの急にドーパミンが上がったり下がったりしないということで、あの生体とかオーガニックボディへの負担は軽いよっていうふうに、まあ、言われている、うん、言われているんだけども、で事実上あの最終的な脳にのそのケミカルタンクとしての脳への作用を見ると、やっぱ覚醒剤に非常に近いもので、その覚醒するそのスティミュラント系にそれだけのお金をかつて90年代には出していたっていうのが、つまりみんなね、ある意味過剰になりたかったんだよ ね、 でも今は多分そっちじゃないです ね、何かを飛び抜けていきたいわけではなくて、むしろ社会に適合したいというか、うん、社会のある求められている水準基準に達するためにやっているっていうことですよ ね、まあ、ね、本当に試験勉強だったり、まあ、いわゆる仕事上の日常業務をこなすためっていう理由でのドラッグ服用っていうところに、あの要は、まあ、社会のスピードだったり要求ハードルっていうのがそれだけ、まあ実は高くなっているっていうことに、まあ、ついていけなくなっている人が多いっていうことでもあると思うんですよね、うんうんうん、これちなみにこうお医者さんの世界ではどこまで この患者に対する要求、例えば試験で頑張りたいんでそっち系の薬をくださいみたいなことを言って処方ってできるんですか。うーん、結構難しいですけど、そうですね、ちょっとだけ戻りますけど、はいはい、確かに僕も思うんですけど、40代とかの人の方が発達障害初心でコンサータでっていう人多い気がしますね。いきなり言うんですか、自分から。まあもちろん僕の YouTube を見てきている人も多いっていうのもありますけど、でもそんな気がしますね。でも確かに20代の子たちって その不安はあるけれども、その飛び抜けたいとか競争意識ってそんなにないような気がしますね。やっぱり昭和の人たちの方が競争意識が強いから、まあ言われてみれば確かにそうというか、でアメリカの超競争社会みたいな感じで彼らがそのスマートドラッグを使ってでも勝たなきゃっていう感じっていうのは臨床しててその感じないですよね、若者から。それはすごく思いますね。だからその試験をよくいい点取りたいから薬くださいって言ってきた人は今まで見たことない。ないですか。見たことないですね、ほとんど。あのアメリカの学生たちの状況って、片やユーフォニアでしたっけ、あのドラマ、まあ、ああいったアメリカのカレッジドラマとかの、はい、
割とやっぱ元気な学生たちですね。だからユーフォリアってもともと多幸症って意味だけど、うん、ある種お祭り騒ぎ、うん、あるいはお祭り的なフィーバー感をどうやって持続するのかっていう工夫が描かれていた、うん、で主人公ね、前例があってる主人公がいわゆるドラッグを、うん、ガンガンやりまくるっていう、うん、いうキャラなんですけども、うん、あの子たちのある種の切実に今ある、まあ、ストレス社会にいるっていう自覚をどう乗り切るかっていうゲームをそもそもやってるような感覚って日本の大学生にはない感覚かもなっていう気はしますね。でこれは、うん、宮台さんもよく言って、まあ、なんか若いやつが元気ねえみたいな話っていうのが、うん、実はこうスマートドラッグの使用とかに対しての態度に関しても言えるのかもしれないですけどね、うん、日本の場合は、うん、日本というか最近の日本ですよね、うんうん、これだから劇団唐組問題、うん、そうですね、あの時代は全く違ったっていう過剰さを求めていた、うん、だからそれは昭和的だったとも言えるけど、ただね、ちょっと皆さん注目してほしいのはこのテイクアピールを見るとね、結局個人が競争に勝つためだけじゃなくて、うん、その個人の集まりである学校が学校間の競争に勝つため、うん、あるいは大学生になったとしてもより少ない時間で勝利に、到達するためっていうね、そういう理由で要するにアンフェタミンアデロールをやっているので、こういう意識が生まれているというわけだよね。他の人が使っているのに自分が使わないということはね、自分だけ重りをつけた状態になること、他の学校では生徒に事実上奨励しているのにうちの学校だけそれを控えるということは、他の学校に比べて、要は簡単に言うと重しをやっぱりつけて拘束具をつけて戦っていることと同じで、その他もろもろ同じ、つまり、向こうが勝手にですねエンハンサー使ってるのにこっちだけ使わないっていうのは公平な競争にならず、その使わない子どもたち生徒たちに負担を与えてしまうっていうね、そういう認識が広がってるわけですよ。だから僕が某政党の党首だったら、僕がそういう意見を持ってるってことじゃないですからね、日本はアンフェタミンを処方薬として解禁するべきだ、括弧付き取り締まりも緩くするべきだ、そうしないとアメリカの学校、アメリカの企業っていう集団がドラッグエンハンサーを、エンハンスメントドラッグを使っているのに日本の学生や企業人がそれを使わないということは、初めからアメリカ下駄履いてんのに、まあ、国際競争社会では負けるってことですよね、うん、日本はね、重し法則具つけて戦うということでね、そんなことが許されるとか合理的であるはずがない、だからアンフェタミンを事実上合法化するべきだというふうに言うかもしれませんよね。今のねこのテイクアピルズに出てくる学生たちって、うん、基本的にドラッグをやってるのがチートしてるっていう感覚ではむしろなくて、なくて、うん、トラックメガネをかけてるやつ、チートってずる、ずる、メガネかけてるやつがずるいって言われないじゃないですか、うん、え、裸眼じゃなくてメガネかけてるのずるいみたいなのは言われないのとほぼ同じ感覚で、いや、アデロールを使った結果テストを受けた点数っていうのは別に自分の能力ですっていう前提でみんな話してて、うん、自分の能力を集中力を高めてある程度フルスペックで発揮するために使ってるだけで、うん、これはチートではありませんよっていう感覚なんですかね。でチートでないものをやらないっていう理由っていうのは逆に難しい、うん、メガネを、目が悪いのにメガネをかけずに本を読んでくださいで横でメガネをかけてる人が本を読んでいるっていうのを見たらなんでっていう感覚にもだから近づいてきてると、うん、まあ、このゼガヒカっていうのもテイクアピールズの後半部分では、まあ、だからこのいいとこ取りはできないために、うん、という良さがあるけどもっていう話はちゃんと紹介はされているんですけども、感覚的にはもうそこら辺までスライドしてる感じになりますよね。そうなんですよね。いやだからね、どこまでだったらその本来の自分の能力なのかっていうところもどんどん難しくなってくるじゃないですか。例えば、走っている人でね、スパイクが一時期問題になったこととかあると思うんですよ。そのスプリングがどこまでの機能を持っていたら OK でっていうね、これ明らかに例えばですけど電動のついたねスニーカーを履いてたらそれアウトでしょって話なんですけど、スプリングだったらじゃあ大丈夫なのとかっていう風なところで、結構こういうのって
線引きも難しい。例えば試験の前に、コーヒーを飲んで、ちょっとだけ気分を上げる、これは OK だけど、じゃあ、実際に、ね、ドラッグを服用するっていうふうになると、それは OK なのっていうのもかなり線引きが難しいし、あと宮田さんが言ったみたいに国同士の差も出てくるし、その薬を買う、余裕がある家庭とない家庭だと、もう最初からそこで下駄を履ける履けないという、そういう格差も生まれてきてしまうんですよね。アメリカと並ぶぐらい中国でもね、もう要するにエンハンスメントドラッグの大ブームになっていて、うん、ADHD の作病は完全に常習で、あるいは脱法的に処方する、それはお金次第だよみたいなところも普通にあるってことになっていて、まあ、日米のヘゲモニー、あ、違った、米中のヘゲモニー争いも今話題になってますけど、実際にはエンハンスメント競争になっている可能性もある。でところでね、ちょっと本当切り分けるためにね言うと、例えばパラリンピックでね、まあ、義足の延長線上での装具を使った人たちが、まあ、いくつかの競技でね、健常者、つまり装具をつけない人たちよりも記録を出すということが起こっています。朝に僕さっきその話してたんですよ。マジですか。ちょっと驚いたんですけど、まあ、要は僕の同級生がやってる会社が最近動画を発表したんですけど、脳に電極を刺して、電極を刺すことでメールが打てるようになるっていう、 G メールを電極を刺した状態 でこうメールを色分けしておいたら、色を考えるだけでその選択できて、でこの選択したメールを送信っていうのもできると。でこれは要は ALS とかの患者さんが、まあ、体がなかなか動かないっていう状態でもメールを打ったりする作業ができるようになるっていうのの端緒を開く。でその話をしてた時に、まさに今の宮台さんの事例と一緒で、要はハードル跳びとかに関して義足をつけてる人の方がはるかに能力的には上、で足を走るのも何だったらもう義足の方が速く走れるなりますなるっていうのは、もう今の技術だったら明らかにそうなっていくし、ここに関してはもっと速くなるっていう、そこはね、僕はねゾーニングで対処できると思う。つまり、その装具をつけて、つまりエンハンスメントツールをつけた競争、それもグレードによってですね、その要するに体重によってね、階級を分けるボクシングみたいな形で、要するにエンハンスメントの度合いによって階級を分けて戦うっていうね、そういう競争可能ですよね。でなので、このいわゆる装具による強化の問題は割と簡単な解決法が見つかるんです。ところが今話題になっているとか、テウキアピールズで話題になっているような、競争って、そういうゾーニングができないんですよ。みんな勝ち組になりたくて、誰もがなりたくて競争するっていう前提では階級分けとかはできないんですよ。てかできないから、ドラッグリーグとノンドラッグリーグ、それが社会にあればいいかもしれないけどそういうわけにはいかないですからね。いかないっていうことだよね。でそこが問題が非常に難しいところなんですよね。ましてや米中といったようなね、その大国がそれをやりだしたら、周りの国も当然国際競争社会の中でやらざるを得なくなってくる。そうだから、覚醒剤やめますか、それとも人間やめますかとか言ってると、そうか、アメリカ人は全員人間やめたモンスターかみたいになるんですか、厚生労働省の役人さん、はいはい、この問題増田先生どんな風に今の話いや確かに考えてみれば、そのタイマーをやってる若者はいるけど、なんかみんな確かにそんなに競争意識ないなと思って、うん、確かに言われてみればそうだなって感じですよね。だから本当にそうですね、全然競争しないですねなんか最近見てる人たち、すいませんね、なんか申し訳ない。だから、ある種の無理やり競争状態に置かれている体育スポーツ競技とかではやっぱりドーピングが問題になるんですよね。それはもう競争っていう前提がある場所なので、でこれがそのロシア、まあ、今もロシアはそういう国としては絶対参加できなくなってるけど、そもそもドーピングで規制されて個人資格で参加みたいなことになっているのも、まあ、国を挙げたドーピングっていうのをやっているという指摘だ。ドーピングっていうのはだからその平等原則に反して勝手に桁吐きやがってって問題なんですよね。でもそれって今回アデロールでのドーピング、これはドーピングなドープを使って集中力を上げてるわけだけど、このドーピングっていうものはどこまで規制できるかっていう
スポーツは一応ある種のその規定を作って、でこの禁止薬物っていうのを指定してそれを使っている場合はダメですよっていう、僕は、ね、ルール作りはしましたけど、さんこういう仮説を立ててるんですよ。あのね、あのまずね、チャット GPT-4 に2018年のテイクアピルズで描かれたスマートドラッグの、ブームについて現在どうなってますか、そうすると問題はどんどん拡大し深刻化しつつありますが点々とかって、こういう説明が出てくるんですね。でね、それを前提にして言うと、あの例えばね、自分は例えばテイクアピルズも出てくるけど集中力が続かないので競争には向かないとか、あるいは勝ちたがりじゃないから向かないとかっていう、そういう自己規定があるところに、いやスマートドラッグやれば集中力なんてどうにもなるし、自分は軽眠傾向つまり眠たがりなので他の人と同じぐらいは勉強できません、いやそれもスマートドラッグである程度なんとかできるんだよっていうふうな話がどん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 もう広まってるわけですよね。だから自分は競争に向かないから競争にコミットすると生きづらいだろう、やんのことはない、お薬やれば大丈夫なんだよっていうふうに言われるから、あのいわゆる降りることができない、競争から降りることができない。だから日本は、変な話、まあ、いいか悪いか別として人間やめますかっていうふうなイメージを割と真に受ける若い人も増えた、あるいはそれとは全然別の要因だけど、勝ちたがらない過剰さを求めるやつがはぶられるっていうのも半世紀続いているっていうこともあって、だから結論的にはね、自分は競争に向かない、競争にコミットすれば自分は生きづらくなってしまうっていうのがそのまま放置される状態、いい悪いは別にしろんですよ。アメリカはいやお薬出すから、お薬次第だよ、ね、どちらいいか悪いか分かんないけどそういう違いはありますよね。でこのアメリカ の, そのお薬次第だよ状態っていうのが、うん、まあ、ある種 の, そのブーストされた資本社会とのセットになって製薬会社のビジネスになるわけですよね。でここの問題点っていうのも、例えばドープシックとかサックラーケとかが具体的に出てきて、オピオイドをどんどん処方して、ね、見てくださいね、あのサックラーケって吐くの一度すごい、ね、すごいね、博物館とか美術館とか建てまくってるんですけど、うん、まあ要はどんどんあの何ミリグラム入ってるっていうオピオイドをでかくしてって、もうなんかもう巨大な丸みたいなのを作って、うん、これは痛みっていうのはね、実はこの段階があって、あなたはまだこの段階で、この段階の痛みに対してはこれを処方する必要があるみたいな売り込みがもうエンドレスに続いた結果、蔓延がストップできないっていう、この下のブレーキ歯止めと良きこととして売り込むっていうことの、まあ要はバランシングが、まあまあ基本的にはやっぱり崩れてしまうっていうのもそのハンドリングの難しさで、まあ日本の場合はもうその前段階でもシャットアウトしているっていうムードが乗らないっていうね、そこですけどね、うん、でも乗ったら乗ったで確かにどこまで乗り続けるんだ問題っていうのは、うん、だからこの宮内さんが言う降りれないゲームに、うん、ゲームになる、で降りれないゲームになる以上は売った方が勝ちだし競争に勝った方が勝ちだし、うん、っていうのってもう天井知らずになってきますよねっていうところが、なのでね、今ザーさんの話の延長線上でいわゆる経済市場主義、生産力市場主義という立場に、例えばこれ見てらっしゃるあなたが立つのであれば、うん、むしろアメリカと同じようにスマートドラッグ、特にアデロールについてはですね、事実上の合法化、つまり処方薬として合法化することで横流しが自由にできる状態にする方が良いと思います。でもしそれが不自然だから嫌だっていうふうに言ってくださるのであれば、言ってくださいね皆さん、やっぱり僕は不自然で嫌だと思いますけれど、それはどういう意味で不自然で、どういう意味で嫌なのかをはっきり言えるようにならないと、皆さんのお子さんは、あるいは皆さんの生徒さんは、あなたの言うことを聞かないんですね。メガネとどこ違うんだよって。はい、どうぞ。はい、うん、はい、どうぞってことですけど、これ聞かれたら、増田先生、どうお答えになりますか？そう、だから本当に聞けばいいんじゃないかな、うん、聞けば聞く分にはいいんですけど、うん、実際そのやっぱり冷めちゃってるところがやっぱり日本人はあるのかもしれないですね。だからタグが知れてるというか、だからこの前も僕も言ったんですけど、まあちょっと美容整形するのと似ていて、まあ一重の人が二重になるとか、まあ A カップの人が B カップ D カップになる、
それはすごくこう個人の中では大きな変化なんだけど、意外とそんな変わりないというか、見える景色も変わらない。だから若者ってその感覚なんじゃないかなって思うんですよね、うん、だからいやそれは美容整形はしたいけどでもモテるわけじゃないよねみたいな、あんまりなんか努力しても私負けちゃうよねみたいな感じが僕は見てて思いますね。臨床しててやりたいことがない人が多くて、どちらかというと僕が見ている臨床の中では、だから薬を飲んでまで勝ちたい、やりたいことがないっていう若者が多い、うん、っていうのが僕の正直な、うん、印象ですね。だから40代50代の人が実は私発達障害かもとか言って、やっぱもっと家事ができるようになりたいとか、家の中の片付けができるようになりたいっていう声は聞くんですよね。でも若い人が親に連れられて、じゃあ飲めっていうか飲むけどさみたいな感じだけど、あんまりこう自分の心を知ろうとか、自分の体を治していこうとか心を治していこうっていうなんか意欲って意外とないんですね。それ結局ゲームとかスマホでなんか満足しちゃってて、変になんかこうなんていうんですかね、そういう人が多いんですよ。ちょっとロールプレイしていいですか。はい、あのね、今日本の一人当たり GDP ってアメリカのちょうど半分なんですね。でご存知のように最低賃金は大体半分で、ランチの平均的な価格も半分で、つまり経済は大きさじゃないですよ、その同じ大きさで同じ単位で比べるとアメリカの半分しか回ってないんですよね。でそれは今増田先生がおっしゃったように、基本競争にコミットしよう、エンゲージしようっていう気持ちがもう強くないから。でも来週の劇団から組から十郎問題だけど、昔の日本はそうじゃなかった、うん、その時代の日本を見ろ、あの高度経済成長、うん、79年にはエズラ・ボーギルによってジャパンズナンバーワンと呼ばれた。24時間戦えますから、そう、リゲン80年代初頭ですよね、うん、良い歌として歌ってましたからね。そうなんですなので、これはかなり小さい頃から、あなたは競争に向くとか向かないとかっていうのは基本単なる、情報弱者であるがゆえの思い込みで、そのようなものはある程度コントロールできるんだよ。でそれもPL 滝のコカイン問題と同じで、使い方を誤らなければいわゆるアディクション、刺激中毒には なりにくい状態を保つこともできるよ。基本は情報弱者にならず、ドラッグに関する適正な情報をたくさんですね学んで、でその適切に自分をコントロールする、何かを諦めたり思い込むことによってゲームから降りるっていうのはもう意味なことだよっていうふうに教える、ロールプレイですよ、うん、っていうふうに僕は何々党の党首だったら言うような気がするんですよ、うん、まあグラップラーバッキーに出てくるジャックハンマーっていうキャラクターがそれでですね、うん、まあ、その極限まで肉体を薬物を使ってパワーアップして、うんうん、でそれで力を得る、要は相手に勝つためっていう明確な目標があるわけですよね、うん、まあ、その父親である浜雄一に勝つためなんですけども、うん、まあ、ある種そのでそれで自分の力をコントロールする、自分でドーピング量をコントロールして力をコントロールしてっていうことをやるっていうキャラクターが出てくるんですけども、うん、ただし若干まあ基本的には明日なき一日を生きるっていうスタンスがあって、それをやった結果明日俺は死んでもいいけど、うん、今勝つみたいな、うん、美学の人なんですよね。でこの形とか、まあまあ、あるいは今宮根さんがロールプレイした、まあ、それを、ね、巧みに語る人の語りっていうものにある種その抵抗するロジックっていうのをどこに持つかっていう、でもちろんその情報弱者だっていう指摘に対してはもちろんそれだったら副作用とかの薬物を使用するってことは別にいいとこ取りはできないわけだから、メリットとデメリットのバランシングを取りながらやらざるを得ない中のデメリットの部分をどう評価するかっていう話も本来は合わせてしなきゃいけないんですけども、もう例えば提供ピューズの大学生たちを見るとあんまりそこの評価は薄いですよね、うん、そのデメリット部分は評価はかなり薄い、それはなぜかっていうとみんなやってる以上デメリットがそんなないんじゃないかってみんなが思うっていう状況ができてる。だってみんながやってることにすごいデメリットがあったらみんなやんないでしょうっていう、信号みんなで渡ればそうなんですよね。だから、まあ、提供ピルスの場合はやっぱり最後の最後にデメリット部分に光を当てる作りになってるけど、バランスとしては8対2ぐらいなので、うん、っていうことですね、うん、
で、あとね、もう一つ、これもどっかのタイミングで話に出るかもしれませんが、だって例えば60年代とか70年代の音楽なんて、うん、みんなドラッグをやって作ってたわけじゃないですか。で、それでとてもクリエイティブな音ができていて、逆に使わずにね、つまんない音楽を作って、それが人々の間に流行り、そういうですね、つまらない音楽を聴いてる人たちが増えていくってことが果たして幸せなのかってことも思わなくもないですし、まあドラッグやっててつまんない音楽作ってる人もいっぱいいますけど、まあ、いますよね確かに、うん、やりすぎたのかな、うん、だからフラッグザッパとか一切やらないっていうことをもう前提として音楽を作っていくっていう人ももちろんいますけどね、多分ね、うん、LSD 体験がすごいたくさんあるから逆にそうなったんだと思うんだよね、うん、で、僕は非合法ドラッグやりませんが、バリエーションはやってます。なので LSD 体験、皆さんサイケデリックって言葉はもともと LSD 体験的っていう形容詞、あるいはそれから名詞に転じたものなんですよね。で、実際サイケデリックアートとかっていうとなんか極彩色のさ、いろんなものがさ、ある種カオス的に混ざったっていうイメージ、実際の LSD 体験はそれとは結構似ても似つかないものですね。で、要は視覚変容なんですよね。で、換気扇が巨大なゴキブリに見えるとか、手が自分の呼吸に合わせて骸骨になったり、ね、いわゆるその肛門認証と同じなんか血管の集まりみたいな束になったりとかっていうのを繰り返すとか、デビッド・クローネンバーグのネイキッドランチとかね、そうです、タイプライターが突然ゴキブリになるだからね、見たこともないものに変わることはなくて、見たことがある何かにいろんなものが変容していくので、その意味では結構驚愕の体験ではある。でもそこから分かるのは、いわゆる言語能力があるいは言語的なカテゴリーが壊れるわけではなくて、視覚的な対象で、あ、言語化された、つまり言語と結びついて輪郭を取ってるんだなと、その言語と視覚的な対象との間の適切な結びつきが弱るっていうことで、でもそれがある種、そうか、自分たちが、何かを見ている、何かが見えていると思うのは、脳の働きによるんだなということですよね。で、脳の働きを変えれば、同じ視覚的な刺激が目に入っているのでに違うものが見えるっていうふうになるんだ。だから要は、脳の働き次第で、僕たちが何を 見たり見なかったりするのか変わるっていうね、かなりねロジカルな驚愕体験が得られるんですよ。で、ザンパ氏はですね、そういう意味で言うと、ほら、いわゆるサイケデリックアート的なビジュアルとかサウンドとかってあるじゃないですか、その昔のアートロック、うんね、まあ、ドーアーツとか初期のピンク・フロイドとかだけどさ、ね、なんかあんまり LSD と関係ないんだよね。で、あれはある種の消費文化として LSD を冠に載せることで、まあ、箔をつけた感じで、ティモシー・リアリーもそういう活動に、その箔をつける活動に加担したっていう感じ。だからそれは、ある種さっきの社会の中と社会の外、あるいはルーティン化された認識とその外っていう結構単純な二項図式で人を誘導した。でも現在はね、LSD とかそのバリエーションを含めた、まあ、いわゆる爆覚アルカロイド系って言われるものはマイクロドージングっていう形でね、いわゆるガーファ的って言っちゃいけないのかな、企業名につながるようなことは言わない方がいいんだと思いますがいわゆる非常にですね、生産性の高いイノベーティビティ、クリエイティビティに満ちた、まあ、プログラム、あるいはアーキテクチャを生み出している、まあ、デザイナー、アーキテクトたち、これはマイクロドージング、つまり LSD って普通ね、3ミリ角ぐらいのブロッターって言いますけど、LSD が染みた紙のこう網目状になった3ミリ状の網、それをブチブチ切って1回2畳2枚3枚とかって食うんですけど、紙って言いますからね、紙っていうんですよね。で、その規定量の10分の1っていう微量を摂取する、すると本人にはいわゆる LSD 的な体験変容は一切自覚できないが、リサーチをするとクリエイティビティが明確に上がると
いうことなんですよね。だから LSD を発明したなんとか博士っているんだけど、もしマイクロドージングという使用法を、うん、その当時発表していたら人類の英雄になったかもしれないっていうふうに言われたりする。それは映画の中でも語られてますよね。ですよね、うん、でなのであのそのクリエイティビティ、あのね、さっきダーさんおっしゃったことに関係ちょっと言うとね、今ほらチャット GPT とか生成 AI が流行ってるよね、うん、で生成 AI ってしかし僕たちがすでに生み出したものから機械学習しているので、うん、僕たちが生み出せないものは生み出さないんですよ、うん、あもちろんね凡庸な生徒に学生には書けないレポートが書けます、うんね、あのその凡庸な人間には描けない絵が描けるでしょう、うん、しかし人類が描いたことのない絵とは違うんですよね。だからその意味で今後はねあのやはり軍事ペギオ幸雄氏のようにやってくるクリエイティビティ、つまり既存のもののその集計アグリゲーションではないような創造そのクリエーションっていうのがますます多分重要になっていくんですよね。でそうするとあやっぱりそこでもマイクロドージングっていうエンハンスメントを使う方がいいよねっていうふうになる。で少なくともイノベーティビティにかかる競争でもそこが起こる、それがなされているとすると、さて日本の、まあね、会社はどうですかって話ですよね。これちょっと休憩、はい、取りに来たか、はい、休憩入れてちょっとねスマートドラッグで実際の効用について僕も先生に聞いたこともあるし、あとは後半エンハンスメントについて、うん、その問題性も含めて増田先生のノートがさっき調べてみたの で、そこから始めていきたいなと思っておりますので、はい、じゃあ休憩5分挟んでその後有料会員のコンテンツに一トイレというコメントをいただきました。次回の予告だけ一トイレも AI 言わなそうです、ね、言わないね予告だけ出していただきつつ、はい、あそうイベントが決まっております。6月の5日、月曜日19時からロフトライン渋谷で今年初というか久しぶりのですね深掘り TV のトークイベントが決まっております、ゲストは先日お酒を飲んで、大いに、基準の外に飛び出していきました古谷さんが来てくれまして、宮台さん、田さん、そして私でお送りいたします。詳しい情報はですねまた後日発表させていただきますので、ぜひとも皆さん気になる方はスケジュール開けておいてください。よろしくお願いします。そして今日何度も番組の中で触れましたが、次週はカラー重量の世界を深掘りするです。劇団カラー組から久保井健さん、そして作家の島田雅彦さんゲストでいらしていただきます。ぜひとも皆さん楽しみにしてください。それでは休憩を挟んでこの後は会員限定コンテンツ増田先生のお話からスタートしていきますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、
I learned about ADD after being on the medication. I didn't know what it was. All I knew was for school. And then when I got here and I was like, holy shit, everybody takes Adderall. Everyone. I take it right when I wake up. It takes about 40 minutes to kick in and you can feel it. I start to sweat. My heart accelerates. My handwriting got neater. I thought that was so cool. My mind came alive. My body felt alive. It works like a bang. Adderall warning. Side effects may include being awesome at everything. Every generation has found a different way to try to enhance their performance. Now, in this case, it has been ADHD drugs. This ain't new. It's not like a glass of wine or a joint or any way that people use to decompress. I really see it as a supplement, as a tool. And I don't think there's anything wrong with that. So then you're primed that a pill is going to give me what I want. I felt this like mounting pressure from work to start using my prescription. And that says something about our culture right now. It makes me kind of depressed. We probably have meds for that. Everyone has a little ADD. No, we have distractions, but not everyone has a brain that functions like somebody's with ADHD. I wouldn't say that I'm happy to have Adderall, but I'm happy that Adderall is an option for you. There are cardiovascular risks, psychotic episode. You wouldn't wish that on your worst enemy. But I've got everything I wanted, and there's no way any of that would have been possible without the medication. The perfect employee is somebody that doesn't say no. There is a culture of you do stay up 16 hours for 7 days straight. I've had a seizure from exhaustion. You want to be beautiful and you want to have amazing grades, and Adderall just sort of sews it all up for you. Adderall, the drug of our time. This focus on material progress and productivity, what's the cost of that? And is that a cost we're willing to live with? August 14th, notes on experiment designated X. Experimental subject, myself, James Xavier. X, the most fantastic experiment you have ever taken part in, presents Ray Milland in his most challenging role since his Academy Award-winning Lost Weekend. X, the man with the X-ray eyes. Are you all right? It's like a splitting of the world. More light than I've ever seen. Filled with light. X, the man with the X-ray eyes, tries to help the most desperate in our society and enjoys all the delights of secretly studying sexology. Headache? No, it's just my eyes. A doctor with the power to see what others cannot believe. He can overcome the unknown, save lives, and invade the glamour gambling casinos of Las Vegas and defy the goddess of chance. Don't draw. Don't draw. Next card's a face card. And Harry, you better go for the sheriff right now.